今年、3回目の納豆を、熊本弁で言うと寝せました、どんな感じか省ってみますね。この羊毛のダブルの廃棄されるはずだった毛布です。よいしょ。わあ、いい匂いだな。もうすごい匂いですね。よいしょ。はい。ボロチークーラーで作成します。55リッターのクーラーです。わお。わお。うわ、できてますね。すごいです。ほら。寝てますね。タッパーに薄く広げて、寝せます。約今回は5キロ作成しましたね。いつもは7キロですけど、今日はちょっと少なめに。うわー、いい匂いです。うわー、寝てます。これが一番上ですね。大豆は水で戻して半日。それから、電気じゃないあれ、石油コンロで3時間炊きました。で、入れ歯でも食べられる柔らかさです。もう匂いはもうすごい匂いです。食欲をそそります、自分には。奥様たちに言わせると、足の匂いだそうです。ちょっと受けますけどね。なんかこたつの中の足の匂いって言われた時には、えと思いましたけど、すごいいい匂いです。で、このポットを使いますね。電気ポットです。電気ポットを満タンにしてですね、要するに種をまいた納豆を入れます。全部これはですね、端でずっと隙間を作ってあります。タッパーにも1センチずつずっと隙間が作ってあります。ですね、こんな感じで、こう端を敷いてありますね、端。じゃないと空気が入れ替わらないと納豆菌が繁殖しません。で、スイッチを押して蓋をして、今ですね、約40時間ちょいです。もう気候も暖かいですが、完全に寝ました。やみつきになりますね。ぜひ、魚釣りのクーラーを持っておられる方は、やってみてください。市販の納豆を少し混ぜるだけで大丈夫です。いいですね。寒い間はですね、納豆をよく食べたくなります。暖くなってくると納豆はもうよしてて感じで、今度はラッキョウとか梅干しとかが欲しくなりますね。なぜでしょうかね。自分はそういう、なんて言いますか。ローテーションで生きてますね。はい、ということで、今年3回目の納豆の完成です。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。